皆さんこんにちは、ペスでございます。ワールドスタジアム3ですね。続きやっていきましょう。では、今日からはドラゴンズとの、一戦となりますね。タイガースの先発は絶好調ヤブさん、ドラゴンズの先発は野口さんやね。ブラウズさんが調子上がんないね。試合開始でございます。さあ、相手の本拠地に乗り込んだよね。1番センター新庄。さあ乗せたバットはこれは飛びすぎ。センターは関川さんか。元タイガースやね。ショートもせやね。今岡さんはセンターへ抜けなかった。で3番文心くん登場。センターへ、これはライナー、スリーアウト。初回タイガースの攻撃は三者凡退。そうか、久慈さんセカンドか。リーさん引っ張って、これはジョンソンさん掴みました。ワンアウト。2番セカンド久慈。見逃し三振、ツーアウト。そうか、立浪さんがもう外野やねんね、レフトでね。さあセンター前進、新庄さん掴んでスリーアウト。初回は両軍とも三者凡退ですね。タイガースは4番の檜山さんから。引っ張った打球、右中間ど真ん中。さあ打った檜山さんはファーストベース負けてセカンドも回らない。ここでストップ、ツーベースヒット。サードゴロ、檜山さん戻ります。これはフィールドチョイスか。ランナー一塁二塁、そして大砲さん。これは4-4-3ダブルプレー。タイガース、あ、ヒットやね。ヒット2本でランナー出ましたけども無得点。センターへ伸びる伸びる伸びる、新庄さん取れない。そして5番にゴメスさんね。さあゴメスさんは高いバウンドの内野ゴロ。井上さんはセンターへ、これは掴みました。ツーアウト。これもセンターへの当たり、新庄さん取れない。センター前ヒット。レフト前ヒット。先制はドラゴンズ。空振り三振。
さあランナー背負って厳しい状態でなんとか1点で失点は済みました。さあ矢野さん乗せた打球は左中間、さあ矢部さんの打球も同じような打球、セカンドファーストランナーの矢野さんはセカンドを回って1・3塁にチャンスを広げました。エンドランかかってました。そして新庄さん、打ち上げた、これはセンター浅いセンターへの浅いフライ、ランナー帰れません。さあ今岡さんは643ダブルプレーで、タイガースチャンスでしたけども得点に至りません。ファーストセーフ、サード内野安打。カルビー三振、すべて外の球。リーさん盗塁成功、ワンアウト二塁。カルビー三振、これでツーアウト。山崎さん詰まった、ピッチャーゴロでスリーアウト。タイガースは3番の文心空からの打順となります。文心空打ち上げた、センター、これは前世川さん構えました、センターフライ。かけたあたりセカンドゴロ、クリスさん掴みました、ツーアウト。ブロワーズさんも打ち上げた、これは D さんへのフライ、 D さんもすでに構えております、スリーアウト。タイガースクリーンアップは三者凡退。見逃し三振、インコースいっぱい。6番ライト井上、あ、入ってないこれも外のコースいっぱいいっぱい、ストライク。関田さん初球打ちはセカンドゴロ、スリーアウト。さあ矢部さんなんとか1失点で抑えてくれています。タイガースは6番のジョンソンさんから。これはスイング捉えたね。高い打球、これはセンター関田さんへのフライ。逮捕さん打った、左中間センターより、しかしこれは上がりすぎました、関川さん掴んでツーアウト。矢野さん内角球を強引に打った、ファーストアウト、スリーアウト。
中村さん今日2安打目レフト前ヒット。見逃し三振。番ショート通列リリジョンソンさん取れない。さあランナーはそれぞれ進塁、二塁三塁になった。空振り三振、ツーアウト。スライダー空振り、間に合いました。ショートゴロ、スリーアウト。タイガースは9番のピッチャー薮さんから。これも面白い当たり、今度はリーさんつかみました。外の球はピッチャーゴロ。今岡さんは窮屈な打撃詰まりました。ショートゴロでスリーアウト。さあタイガース打撃陣がまた下降線が、このままだとね、ヤブさん見殺しになっちゃう。落ちませんでしたね。おっと、今岡さん弾いた。ショートのエラーか。ゴメスさんにすくい上げた。これはレフトジョンソンさん掴みました。ワンアウト。初球は空振り。2球目打った。新庄さん大分キャッチ、ツーアウト。7番センター関川。引っ掛けました。ショートゴロでセカンドフォースアウト、スリーアウト。タイガースラッキーセブンは3番の文心くんからですね。今日は2打席ノーヒット。外の球さあこれは飛びすぎか。センター関川さんへのフライ。際どいとこ決めてくるね。センターへ抜けない。D さん飛びついた。しかしこれはセーフ、内野安打。フロアさんを打ち上げた。センターへ。これはアウト、取り失敗。ラッキーセブン、タイガースは無得点。依然として1対0のまま、隅位置ない、隅位置ではないけどね、1点差で終了しそうな嫌な感じやけど。サブシングル掴んだ。ジャンプ1番ブジシン君掴みました。これもセカンドへの当たり。 D さんはレフトオーバー。
ツーベースヒット。さあまたツーアウトからチャンスを作ったドラゴンズ、しかし今日はノーヒットの久慈さん。文心くん掴んだセカンドライナー、素晴らしいプレー。さあ1点差のままタイガースは8回の表の攻撃、ジョンソンさんから。うわ懐かしい、これサムソンリーさんやね多分。いたなあ。これ上がりすぎ、詰まりました。で落合英二さんか。大保さんのあたりは飛距離は十分、しかし切れていくファール。早っ打ち上げた、ライトフライ。あ、今中さん、そうか、リリーフの扱いか、この頃は。ピッチャー今中。セカンドへ横抜けませんでした、スリーアウト。1対0のままですね。さあここで、ヤブさん諦めましょう。伊藤敦則さん、ピッチャー伊藤、センターライナー。おお、ファースト弾いた。5番サード、ゴメス。今度はダブルプレー成立。さあ1点差を追いかけるタイガース、9回の表の攻撃は伊藤敦則さんですけど、もちろん代打リリーフは出ました、ソン・ドンヨルさん。和田さんから行こうか、調子を支えやから。外いっぱい、見逃し三振。新庄さんは左中間のあたり、ツーベースヒット。さあ同点のランナー出ました。これも面白い当たり、落ちる落ちる落ちる、ランナー一三塁でチャンスを広げて文心くん登場。一二塁間抜ける、タイガース同点。文志君初球打ちライト前ヒット。外の外いっぱいやな。空振り三振、際どいとこ攻めてきたな。ブロワーズさんはバトン先端、これはセンターフライ、スリーアウト。タイガース逆転とまではいきませんでしたけども、土壇場で1点返しました。カルビ三振、ドラゴンズは下位打線へ。7番センター関川、檜山さんの前に落ちるヒット。サヨナラのランナーが出ました、ドラゴンズ。中村
843のダブルプレー、素晴らしい。延長に入ります。詰まった打球、これはライト井上さんへのフライ。落ちる球、空振り三振。一球外してきます。これも空振り三振。10回の裏、ドラゴンズは9番の孫さんから、多分ピッチャーいないかそのままやね。ショートライナー。そして今日猛打賞 D さん、 D さん4打席目はさすがにショートゴロ、これで2アウト。そして3三振。セカンドフライ1つの久慈さん、スイングアウト4三振。11回表タイガースは9番の笠井さんですけど、ここはもちろん代打、今度こそ左、あ、平塚さん行こうか、うん、平塚さん打った、これはセンターの前に落ちるか、落ちない。ピッチャー弾いた。さあ、しかしこれはうまくリカバリーしました。ピッチャーゴロ。今岡さんはボテボテのショートゴロでスリーアウト。11回表タイガースは三者凡退、ドラゴンズはクリーンアップの攻撃。さあ、ここは弓永さん。詰まった打球取れない。左中間へのシングルヒット。山崎、落ちる球、軽い三振。さあ、もう一人怖い打者、ゴメスさん。ゴメス、空振り三振、連続三振。さあ、これはセンターの前に落ちる。おっと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 、さあ、新庄さんがお手玉してる間に1、3塁になってしまった。打ち上げた、これは切れていくけど、ジョンソンさん取れません。ショートゴロ、セカンドフォースアウト。ドラゴンズサヨナラのチャンス生かせませんでした。12回の表タイガースは文心君からですね。手が出ちゃった。インサイド、そう、あははは、詰まった。お前さばきができませんでした。レフトフライ。そして今日2安打、檜山さん。さあ、乗せた打球はしかしこれも上がりすぎ、ライト井上さんへのフライ。5打席ノーヒット、ブロワーズさん。センター抜けない、クジさん横飛び、スリーアウト。12回の裏ドラゴンズは下位打線、8番キャッチャー
ました。これはショートゴロ。あ、代打出してきたな。おお、福留さんか、ドメさん。そうか、まだこの頃はどうなんや。あー、出た、センター前。モーダショーのリーさん、センターへ打ち上げた。新庄さんへのフライ、ツーアウト。そして今日は4三振の久慈さん。久慈さん打ち上げた。あー、これはアンラッキーヒット。チャーゴロー、ファーストへ3アウト。13回表ですね、6番のジョンソンさんから。おお、先発のマサさんが出てきた。ボテボテのあたりはね、詰まらされたよね。さあ、いい当たり、どうだ、行くのか、入った。大保さん2号ソロ、勝ち越し。さあ、ついに均衡を破れました。さんはこれはボテボテのショートゴロ。右の台だね。あー、八木さん残ってるか。三遊間、これは詰まったあたり、サードゴロで3アウト。タイガース13回の表勝ち越しました。もちろんピッチャーはリベラさん登場。ピッチャーリベラ、ファーストの横を抜けるライト前ヒット、初球打ちでした。6-4-3ダブルプレー、一気にドラゴンズチャンスがしぼみました。井上さんもショートゴロ、スリーアウト、ゲームセット。試合終了でございます。タイガース勝ち越しての逃げ切り。はい、ということで、大保さんの値千金の2号ソロがね、ついに13回表決めてくれました。向こうはヒットいっぱい打ったな。で、他球場はベイスターズ勝ちましたね。五十嵐さんね、ヒゲマジンで、もう一試合は伊藤智人さんで、スワローズが勝ってますね。また西武高津さんついてますね。あ、本当苦しい試合多いな。なんとか勝ってるけどね、この試合も負けてても不思議じゃなかったからね。はい、ということで、大どんでん返しということでね、逆転劇、弓永さんに勝ち投手ついております。でリビラさんが4セーブ目ですね。ドラゴンズはせっかく先発のね、マサさんまで出したのに敗れてしまいましたね。ドラゴンズはリーさんとね、山崎武さんが猛打賞、
マルチもね、関とね、中村滝さん2人いますね。タイガースは、マルチは檜山さんだけやね。ブロワーズさんが本当ちょっと病気やね。大丈夫かな。ヤブさんも頑張ったね。7回、まあ、1失点のみですからね。あとがもう、ホールドついてもええぐらいやね。ピシャと抑えてくれてね。9アンダー、向こうの方は14アンダーやったからね。よう打たれたわ。はい、ということで、よりぬき焼き君は無理なものは無理であるというね。もうこれ読まんでええか。まあ、一応ちゃんと見せてくださいいう方いらっしゃいましたらね、お見せしたいと思います。ということで今回はここでお別れしたいと思います。30分お付き合いありがとうございました。それではさよなら。